NTT ドコモは東日本大震災を教訓に、災害が発生した時の通信の確保や被災地への迅速な対応を目指して年間400件の防災訓練を行っています。今日は災害で通信が途切れた場所に臨時の基地局を設置する訓練が行われました。職員は移動式の通信機器の使い方や使用上の注意点を確認しました。また今日は訓練に並行して災害の時に使用される機器が報道陣に公開されました。電気自動車のバッテリーを利用した携帯電話の充電サービスや上空の微弱な電波を捉えて周辺の通信を確保するドローン型の中継基地局など災害の時も通信を守るための最新機器が紹介されました。いつでもですね、どこでも被災があった時には迅速に取り組めるよう日頃からこういった訓練を通じていつでも対応できるようにしたいと考えております。そして対応することがですね、より多くの皆様に安心して安全にご利用いただけるものと信じております。